MX-6 は、かつてマツダが製造、販売していたクーペ型の普通乗用車である。米国で1987年発売のカペラ C2 の現地名として登場。日本仕様や欧州仕様にはない2.2リットルエンジンを搭載する。1992年に製造終了。1991年のマツダ機体のミドルクラスセダン、クロノスの登場によって、 松田の他チャンネル戦略は、より鮮明になっていった。まずは、核となるクロノスを皮切りに、アンフィニチャンネル1売倍のそのハッチバック版 MS-6、当時新しかった、インストパネルシフトで話題を呼んだ4、ドアハードトップボディの MS-8、高級ブランドのユーノスチャンネル1売倍の500、軽自動車チャンネルだったオートザムに、フラッグシップとすべく投入された、セダンボディのクレフ。 そして、従来のカペラシー2にとって変わるべく、生まれた、この MX-6、唯一日本国外で生産された二代目フォード、プローブなど、数えるだけでも、クロノスの姉妹車は滝に及んだ。第一世代は1987年から米国で、販売された。初代モデルは1992年まで続くも、一部の、市場は1991年で廃止される。プラットフォームは、 GD プラットフォームで直列4気筒のマツダ F エンジンを搭載していた。トランスミッションはオーバードライブ付けの4速 AT と5速 MT。米国でのラインナップは下からデラックス、LX、LE、GT の4本立て。MX-6 はマツダ県仙台のスペシャルティカー。ボディはノッチバックの2ドアクーペでクロノス同様3ナンバーワイドボディを採用し、 ボリュームのある曲線を多用したスタイルは新鮮だった。しかし大柄なボディに対してタイヤサイズは205、55R15 だった。エンジンはクロノスをはじめとする他の姉妹車の共通の特徴となる新型の K 型 V6 ツインカムのクルーズ型 2.5L とクフス型 2.0L の2機種。これに5速、MT または4速 AT が組み合わされた。 発売当初は 4WS 付きのみの設定であったが、1994年6月に 4WS は一部グレードのみとなった。1992年当時の他社の同クラスクーペが、のきなみ FR である中、MX-6 に関しては、ベース車の都合上 FF でデビューした。さらに当時のマツダには、フラッグシップモデルの RX-7 や、 ロードスターが存在したこともあり、それらの影に隠れてしまい、ユーザーには全く見向きもされない結末となった。バブル期のマーケットの後継に乗るべく、当初の予定を前倒しして投入された。1995年まで販売されたが、他社の同クラスや、同社の RX-7 と比較して、コストを落とした作りなどが影響し日本国内での販売台数はわずか5000台程度であった。 一方、海外での評価は高く、イギリスのカーオブザイヤーを獲得。この時期の松田車にありがちな、国内では不人気、海外ではスペシャリティカーとして扱われた。エアロを含めて、海外製のチューニングパーツは存在するが、国内ではほぼ見かけない車両となった。1994年6月に一部変更を行う。当初は5色あったボディカラーを3色に減らし、 リアスポイラーは2.5リットルのみ、サンルーフは2.5リットルの 4WS のみの設定となり、エアコンも全車オートからカイグレードのみマニュアルとなった。警視庁に警戒用を覆面パトカーとして数台導入された。ありがとうございます。